偵察部隊を離脱させるため CH-47 によるエクストラクションロープでの釣り上げにより離脱を開始します。このエクストラクションロープは最大6名まで釣り上げることが可能であり、航空機が着陸できない場所においても隊員を離脱させることが可能です。されました。敵は総力を挙げて膠着した空挺部隊を撃破しようとしています。装甲車を有する敵機動打撃部隊が現れました。敵の機動打撃を阻止する。打撃開始。アパッチコブラ了解。防衛隊了解。了解了解。こちらアパッチターゲットはロックオン。はい、どうぞ。黙るロケット選択。によって揚陸された部隊が侵入してまいりました。前頭から自走式降車機関砲、可燃装ロケットシステム、パトリオットミサイル、中距離地対空誘導弾、地対艦誘導弾です。最終の決を与える突入部隊が侵入してまいりました。 NH70120mm迫撃砲、 81mm迫撃砲の各種火砲の支援のもと、装甲化部隊が突撃を敢行します。
上陸部隊の包囲攻撃により突撃は成功し、敵部隊は撃破されました。目標を奪取した部隊により的をつかみ、空挺部隊の旗が掲げられます。大隊長、こちら中隊長、目標を奪取。こちら大隊長、了解。当初防衛作戦終了。統合機動防衛力構想に基づく以上、海上、航空自衛隊の統合による作戦により当初防衛は成功しました。以上をもちまして、島嶼防衛における空挺作戦訓練展示を終了いたします。状況終了。